シェリフ来た。シェリフ、日本語で言うと執行官。クルー陣営だが、キルボタンが存在し、人材をキルできる強力な役職だ。ただ、間違えると自分が死んじゃうけどね。え、もう一人死んでる。は、いや。オレンジ死んでるわ。自分バナナと白取り合ってるけど。とりあえず脇位置調べましょ。みんなチャットに脇位置書いてるな。私はキッチンで、確かに紫もいたわね。霊夢に遅れてはいたんだろうな。自分はキッチン脇で、速攻でコックピット行ってます。え、キッチン脇私と紫だったと思うんですけど、紫はローズ見てます？いや、見てないですね。速攻で行かれたって言われたんで、まあどうしようもないですけど。いやー、ローズだいぶ怪しいな。本当にキッチンにはいてた？ローズの主張は、速攻ではいてすぐコックピットの方行ったから、誰にも会ってないってことだと思うが、霊夢はどのくらいのタイミングではいたっけ？いやー、それがあんまり覚えてないのよね。でも多分、私も結構早めにはいたと思うんだけど、私より先にはいてすぐ移動したって、そんなことする時間あったかな。自分のはいたタイミングの記憶が曖昧なのが痛いな。今度からちゃんと意識しとくようにしないとね。でも私からしたらローズの発言はかなり嘘っぽい。黒目に見ておくわ。ちなみに今回、インポスターは何人いるんだ？二人ね、でもジャッカルも一人いて、ジャッカルは任意の人を仲間にできる、サイドキックが一回使えるから、人材は最大4人にまでなりうるわ。合計13人とはいえ、若干クルー不利か。シェリフの私がちゃんと仕事できるかどうかにかかってくるかもね。その後、さらに2回連続で、緊急会議の前に、謎のキルが発生。凄まじいキルペースで、一気にクルーはピンチに追いやられてしまった。2キル目の紫に関しては、ほぼ手がかりなし。そして今回の3キル目の黄緑に関しては、浮き位置にいたローズが一番怪しいという話になったわ。ローズに3票入ったものの、鶴までは至らず、残り10人で人材最大4人と、クルー大ピンチ。ここで私は決意した。私が、ローズを切る。おい大丈夫かよ。もし間違えたらクルーほぼ負け確だぞ。みんなには言ってなかったけど、私1キル目もローズが怪しいと思ってるからね。ローズを電気室に入っていったな。くそー、どこ行った？上だな、電力変換のやつ。今回の電気室の構造的に、そのうち戻ってくるはずだぜ。シェリフのキルクールは、インポスターより若干短い。だからすぐにキルすれば、インポスターにキルされる心配はない。あと5秒。ローズ戻ってきた。よし、追いかけるぞ。とここで停電だが。よっしゃー。すげー、本当に切れた。いやー、めちゃくちゃ嬉しいね。ちゃんとシェリフとしての仕事ができて、悪を排除するキルだから気持ちいいな。やりました、やりましたよ。私シェリフで、ローズ切りました。ナイスです。ナイスです。これはでかい。ナイスです。それじゃあとりあえず、さっきローズに投票した人は？自分と青はそう言ってましたよね。あとは自分ですね。そこの3人はとりあえず、ローズとのラインはなかなかないんじゃないですか？まあそれはさておき、これまでのキルについて話しますか。私最初のキルもローズだと思うな。キッチンで死人取り合ってた、ピンクか紫もありえるかなと思ってたけど、紫死んでるし、ピンクがシェリフカミングアウトしたから、1キル目はローズじゃないかな。紫はどうだろう。いやでも、これ正直な話言うと、全部ローズの可能性あるなと思ってるんで。ははははは。2キル目も実は、自分視点、ローズが一番怪しく見えてたんですよね。なので全てのキル、ローズで説明がついてしまうので、これ以上詰めなくていいと思ってますけどね。進めていきますか。じゃあここはピンク護衛しながらでいいんじゃないですかね。やっぱこれ、私狙われやすくなっちゃったんですかね。でもここ切ってくれたのめちゃくちゃありがたいです。よかった。肉化で行くしかないのか。まあピンク頑張ってください。頑張ります。もう一人切りたい。殺されそうだなこれ。近づいたら切りますよマジで。怖い怖い。一応脅し入れときますわ。よかったじゃん霊夢、結構褒められてて。へへへ、勇気出して切りに行ってよかったわ。おかげで霊夢は隠しろ位置に入ることもできたからな。でもやっぱ、狙われやすくはなると思う。インポスターやジャッカルにとって、シェリフは大きな脅威だからね。どうせなら、やられる前にやっちまいたいよな。うん、だから最後に宣言した通り、怪しげに近づいてきた人は切るわ。まあ最悪ミスっても、高確率でその人に白角が映るからな。まあとりあえず今はタスクね。右の方は大体終わったから、面倒なタスクが残っている、電気室に向かいますか。うわ、バナナついてくる、怖い。ということでここで急旋回。よかった、殺されなくて。今切っちゃおうかとも思ったけど、
根拠なかったしやめといたわ。ただ左に行きたかっただけかもしれないしな。あ、水色とすれ違ったわね。あれ、なんでまだそこにいるの？怪しい、この部屋まで入ってきたら切るよ。来るなー。あー。やばい、最悪だ。うわ、バナナがジャッカル。あそこで切ってればスーパーヒーローになれたのに。霊夢が切ってしまったのは水色。結果自分で自分を殺す羽目になったぜ。でも4対1対1だしまだ勝てる。水色には隠しろ出るはずだし。いや、残念ながらそうでもねえ。霊夢が自爆した直後、茶色によってボタンが押された。だから水色は、自分がシェリフに切られたと主張しても、なぜその死体を通報しなかったのかと疑われてしまう。実際は本当にその時間がなかっただけなのに。うわ、最悪のタイミングでやっちゃったじゃん私。私正直水色疑ってるんですよね。あの、リアクター鳴ってる時、ピンクがロングタスクしてたんで、見守り兼、誰か来たら肉壁になろうと思って。あ、水色は霊夢を守ろうとしてくれてたんだな。そういえば前にも肉壁がどうとか言ってたわね。ごめんなさい、見守ってくれてるの気づかなかった。逆に殺されると思って切っちゃったわ。正直これ、誰か釣らないとまずいと思うんで、釣っちゃいたいんですけど。やば、表が割れたけどどっちもクルーに入ってる。そしておかわり緊急会議が始まったぜ。水色はピンクに、どこで切られたんでしたっけ？エレキの奥の、袋工事になってるところですね。で、通報しなかった理由は？それはだって、死んでからすぐにレポートなったからです。なんか怪しいんだよな。まあ確かに、そんなタイミング良くなるかって感じもする。そうなんですよね。まずいまずい。これは、霊夢のタイミングが悪すぎたせいだな。結局次の会議で城も釣られ、最後にサイドキックをうまく活用したジャッカル陣営の勝利だ。くそー、ミサイル1回目はうまくいったのに、2回目がひどすぎた。まあ反省する必要はあるが、あのボタンのタイミングに関してはマジで運が悪かったな。ということで、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくだぜ。それじゃあまた別の動画で会おうね。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。